次の方どうぞ。一列にね、順番に並んでください。はい、どうも。お顔色が優れないみたいですけど、大丈夫ですか？アルストツカ人の方ですね。入国ビザ、こちらね、スタンプをさせていただきたい。アプローブをさせていただいて、あ、こうか。アルストツカ栄光あれ。次の方どうぞ。どんどん来てくださいね。走ってくださいね。押してかけて、へし合い。え、何？自己アピールだけして帰っていった。そのために8時間並んだんか？はい、次に撃たれたい人どうぞ。大丈夫ですか？あなた、お顔色優れないですけど、アルストツカ人ではありますね。アルストツカの病院にね、行ってください。はい、ありがとうございました。次の方どうぞ。どうぞ、押し合い、へし合い、お願いします。ガラスにへばりついて、順番にね、アルストツカ人っぽい雰囲気してますね。アプローブで置きましょう。次の方どうぞ。パスポート順番にガラスの扉に貼り付けてもらってもいいですかね？大丈夫ですか？一回扉閉じましょう。なんで出してんの？今なんか奇跡が、あ、今日の仕事終わりかこれ。夢を A 型なのにスタンプ枠に合わせないんだね。やめてもらっていいですか？A 型矛盾つくのやめてもらっていいですか？A 型は自分の好きなところしか細かくないんです。いいですか皆さん。A 型に関する誤解を正していきましょうね。で、食料と暖房費、あ、これもしかして。なるほど、そういうことか。ひもじい暮らしをさせられる。まあ、初日だからさ。まあでも、就任祝いってことでいいもん食わせっか。眠る。今日の日報ですね。グレスティン検問所順調に指導。入国制限緩和。緩和しなくていいよ。初日が一番簡単なんでしょ？わかるよ。外国人も許可しちゃったね。テキパキやるのってよくないね。初日にさ、もっとこうなんか、すごい難しい仕事ですねみたいなオーラ出しとけば、あ、この子にはちょっとあんまたくさん仕事任せんのよくないなみたいな、そういう雰囲気になって、本日より正規パスポートを所持した外国人についても入国を認めます。隣国のコレチアと仲悪かったらしいんだよね。で、仲良くなってきたから国境に検問設けてみましたてへみたいな、そういうストーリーだった気がする。今日どうしようかな。どれぐらいのやる気でやろうかな。あんまりやっちゃうとやっぱどんどん仕事増えてくるからな。レビューを見たんだけど、1日に2回ぐらいは不正行為をしていいらしいので、不正行為したくなったら不正行為しようと思います。私はそういう職務態度でいこうと思います。とりあえず日付見るか。不正監視来た。11月11日だからちょっと切れてんのね。はい、審問する。期限切れの書類で入国で何のことですか？え、終わり？射殺は拒否ればいいのか。二回ぐらい押してやろう。お前が初めての矛盾だよ。ユルコシティって実在する？これ。リパブリアだ。え、なくない？なくない？何を言ってる？あ、お前、悪いやつだな。お前は銃殺だ。ちょっともうちょっとスピーディーにスタンプ押していいよ。次！こんにちは、イケメンさん。よし、オッケー。え、なんか触れたね。これまあ、普通に問題ないからどうぞ。問題ないからね。問題ないからどうぞ。別になんかそのなんかね、生きてたらいろんな楽しいことありますから、これはちょっと。あげるよ。すべての外国人は正規の入国券が必要。あー、パスポート以外にもう一枚。はい、アルストツカ、栄光です。はい、どうも。安全安心の栄光を持ってるアルストツカでございます。ササ産地直送、生産者の顔が見える栄光。海外の方ですね。いらっしゃいませ。どうも、こんにちは。あなたはどんな国から来たんですか？なんですか？あ、これはいらないですね。入国券ありますね。エクスパイルデータ切れてないですね。エクスパイルデータ大丈夫ですね。インポールですかね。延期はありますね。はい、大丈夫です。行きましょう。はい、アプローブでありがとうございました。どうぞお疲れ様でしたね。入国券はどこですか？入国券はいつも忘れてしまいますね。それが私のいいところ。ピンクバイスというね、店名を覚えておきましょう。あなた個性的な髪型してますね。私そういうの嫌いじゃないですよ。今のところ入国券は大丈夫そうですね。コレチア人ということで、少し偏見の目で見させていただくんですけども、ユルコシティはございますんで大丈夫そうですね。エクスパイルデータも両方とも大丈夫そうですね。はい。ということで、さようなら。あなたは善良なコレチア人でした。全員ね、コレチア人が悪いわけではないですからね。良くない偏見は持たないで。何？なんで？日付違った？よし、行くぞ。世界一の国、アルストツカ、アルストツカに栄光まで。あ、こいつ。さては書類ないな。パスポートは？パスポート、うん、初めて聞いた。素晴らしい国アルストツカ、パスポートやらないでしょう。アルストツカ語も結構怪しいね。オッケーオッケー、分かった。全く、もう来なくて大丈夫だよ。アルストツカ国民に ID、 あ、アルストツカ国民は ID カードが必要。他の国の人は入国なんとかカードが必要。外国人は入国券に代わり、正規の入国許可証を取得提示した。うわーなんかやだな。だから入国券出してきたやつは情報が古いなっつって鼻で笑わなあかんのな。めちゃめちゃ見るとこあるやん。友人に会いに観光ですね。エクスパイルデータは切れてないし、うん、大丈夫だし。コリサシティ、アリオリハビリ、今そかり、名前、ん？ブリッティとブリット違くない？別名登録なし、残念。さよなら。ディーン、ディケデン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 。特別に2つ押しちゃおう。次の方どうぞ。あ、おじさん、おじさんさようなら。おじさんいっぱい押してあげよう。おじさん真っ赤っかにしてあげよう。時間いっぱい使ってあげるから、おじさんに。おじさん来てくれてありがとうね。おじさんみたいな人がいるとね、仕事に花が生まれるんで、イベントごとって感じがね、してくるんだよね。全然パスポート詳しいとこ見てなかったけど、とんでもなかった今な。リパブリアの陸上スターに殺人容疑。ヴィンス・レストラード。不審者の拘束。来た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 。何持てんの？ライフル？ライフル？矛盾点を審問すれば。お、矛盾点探しちゃうよー。乗り継ぎです。乗り継ぎで2週間も。え、そうなんだ。ん？レストラードミンス？レストラードさん？あ、これ、高速、高速、高速、来た！
高速来た、高速来た。次の方どうぞ。次の方は不正してますか？不正してきますか？今なんなら不正してみます。ちょっと痛くないですよ、すぐ終わるんで。お名前、ボスと奥さん。はい、どうもこんにちは。パスポート番号ですね、データ一致してると。で、永住されるんですね。期限も問題なさそうですね。通しましょうか。ありがとうございます。ちょっとねお時間取らせちゃってすみませんでした。楽しい時をね過ごしてください。今後労働目的の入国希望者には正規の労働許可証の提示を命ずる。あ、でも優しいね。労働目的の人全員入れないわけじゃないんだ。どうも労働者か。労働者は全部拒否っていいか。見るもんが多いんだよ。6ヶ月滞在します。あ、これね、はい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 。じゃあ入れよう。続いての方は乗り継ぎで通るだけ。いいね、働かないやつは好きだよ。アンティグリアにレズナディはないですね、残念ながら。高速高速高速しようよー。次、さあどんどん安全確保していこう。ふぅ、安全安全、国の安全。容易に徹底的審査を行えるよう審査室に検査スキャナー。ガチで X 線来た。コレチア人は入国、あ、入国許可する前に全員検査する必要があると。観光にいらっしゃったんですね。滞在期間は3ヶ月おてますね。コレチアの方なんですか？あ、そうなんですか。なるほど、わかりました。ということでね、無作為検査の対象なんかいいように言ってんね。ちょっとねチクッとしますね。2、3本で終わりますんで特に問題なさそうですね。大丈夫そうです。ありがとうございました。あ、どうもこんにちは。書類をねいただきましょうか。あ、なんか入国期限の方が問題があるみたいなんですけど、もう銃とどっちがいいですか？うん、あ、特に弁明のあれがないですね。あ、かしこまりました。じゃ申し訳ないですけども、お通しすることはできません。また正しい書類ね、こしらえていただいて買ったりしていただいてね。入国の目的は移住します。お名前合ってますか？あ、不正検知しましたね。違う名前があるんです。じゃあちょっと指紋取らせてもらっていいですか？すいませんね、別名登録ないですね。拘束できるんじゃないかな。別名登録ないみたいなんですけど、あ、高速、あもう危なかった。危うくね、敵対勢力を逃すところでした。やっぱ一人残らず拘束していく。これ大事ですからね。本日上層部との会談のため外交官が訪れる。は国対国案。コレチア人の強制検査は今後認める。ああ、操作が一つ減ったわ。アルストツカでーす。安全、安心、信頼のアルストツカ。安いよ、安いよ。はい、どうも。試食いかがですか？妻と一緒に住むために来ました。奥さんはこの後に来るのかな？なんか番号が違うみたいな気がするんですけども、大丈夫ですかね？あ、白バックレということで。で拘束させていただきます。すいません、痛くないですからね、精神的なものです。大丈夫です。え、プレインズウォーカーじゃないこの人。 MTG のちょっと待って、なんかくれたんだけど。エディック、何これ。ドラえもん、コルマンドレックス、これ人の名前だ。この人を通せってことか。え、なんか超ワクワクするやつ来た。少年心くすぐるも来た。あれ、ソツカ人の方ですね。どうもこんにちは。ん、体重違くね。4キロ重いね。さあ4キロの原因は、はい、どうもこんにちは。残念ながらね、スペースキー、夢追さん、スペースキー使ってください。夢さん、皆さん、スペースキー改善したんですか？使ってくださいよ。ここに来たのは間違いでしたね。残念だったな。お前はアルストスカ人の食料だ。入国管理所が連絡係を受けようことになった。おざけんなよ。なんでそこ下請けすんだよ。お偉いさんがやれよ、そういうのは。本日連絡が返る可能性は今日来るんですね。あ、はい。なんで、はい、なんですか？ここの護衛、カレンスクだ。あ、なに？金くれんの？あ、そういうことね。俺が拘束してるたびに、あなたにお金が入ってたってことね。分けてくれんのか。ちょっとモチベーション上がって。こういうの、やっぱいいよな。何がモチベーションつったら、やっぱ、ね、マニーなわけよ。やっぱやりがい搾取よりマニーなわけよ。はい、いただきまーす。ん、あれ、海外の方ですよね。これ、まあ言ったらくれるパターンかな。言ったらくれるパターンかな。知らなかった。あ、じゃあ、残念ながら。ん、拘束、拘束です。拘束です。拘束です。できないの？ただ忘れただけだから。できないの？はい、バースデー。合ってる。コルマンドレックス、ん？俺じゃん。みんなこの偽名を使ってくるのか、こいつは。渡せる。すぐ読め。はい。アルストスカは素晴らしい国だ。だが、腐敗した上層部に毒されている。援助を求む。エジック、スター組織。え？面白い。協力者を。あ、なんか来た。ちょ、協力してみよう。面白そうだから。あ、なに？なに？今、修行前です。タイムカード切ってないんです。こんにちは。新作、はい、やらせていただいております。私の管理下にある、あ、上司の方。どうも、こんにちは。もう、とってもね、楽しく、仕事を。あ、トータルのね、成績を教えてくれんのね。え、割と良い評価。次の方、どうぞ。あ、素敵なフードですね。まず、パスポートじゃ出していただいてよろしいですか？まあ、多分忘れてるだけですよね。パスポートな、はい、お疲れ様でした。次の方、どうぞ。あ、いいんすか？いいんすか？そんな、いいんすか？お金もろて。あらあらあら。楽しい、このゲーム。俺結構今、マジさ、一心不乱にやってるわ。配信出ること結構半分ぐらい忘れてる。目的なんだっけ？ん？観光？ん？兄ちゃん、されたいか？拘束。間違えました。あ、間違えたからこれいいのかな？まあでも観光って言っちゃうことあるよね。なんとなくね。プレッシャーがすごかったんだろう、多分ね。怖かったのかな、顔が夢追いの。どうしようか。はい、次の方どうぞ。あ、どうもこんにちは。何？あ、え、あ、わかった。これで、ステファニー・グライアーと、マイケル？ステファニーとマイケル。あ、おっちゃん。癒し系だな、このおっちゃん、マジで。ちゃんと見てあげようね、この人はね。入国期限は切れてない。あれ、マーク合ってるよな。合ってるな。え、なくね？完璧やんな。え、完璧じゃね？どう？どう？なんかくれる。あった！あ、実績だ！死んだ男が金を持ってきた。燃やす場合チェックを解除。え？あ、
もらったらバッドエンド直行じゃないこんなんだって。もらいすぎだろ。もらってみるか一回。今週の夢はもらってみる。一回もらっとこう。この国やべえからさ、亡命しようぜ。あ、やな気がする。おはようございます。はい、とても優れています。はい、いくつか聞きたいことがある。あ、どんどこんにちは。情報省捜査課、本物の方なんですね。不審なグループが問題を起こす。あ、そうなんですか。検問所に、いやそんな全然わかんないですけど何言ってるか。こんなものを見たことはないかね。グループのシンボル。ちょっと違うかな。ちょっと違うかな。これ渡せる？あ、金ももらったよな、俺。俺金ももらったからな、一回。ここで引き際ってことで、どうなるんだろう？これ自白になるのかな、逆に。どっちだ？渡してみっか。興味深い。もらったんやけど。どう思う？私しか。あ、自白になった。あ、自白になっちゃった。あなた、不審な組織に協力したい。あ、逆に渡さなかったらじゃあいいんだ。1000ドルだけもらって組織潰れてくれへんかなと思ったけど。ダメかー。みんなは、真面目に働こうな。